この日もですね、飼い主を置いての出発です。お盆期間中だったので浴衣でお散歩しに行きたいと思います。この浴衣ね、ミッキーの柄になってます。可愛いでしょ。しかし行動はいつもと同じパターンです。はい、踏切待ちするビームくん、まだだ。飼い主関係なくアリオに向かってます。やっぱり浴衣は涼しいんでしょうかね。軽快に走ってますね。前回はジョッキーだったんでね、これで背景にぴったりですね。ビームくん、はい、嬉しそうです。はい、ビームくん、おやつの時間ですよね。これね、試供品でもらったんですけどね、高くて買えません。アホっぽい顔でおやつを狙うビームくんです。それに引き換えシオンくんはお利口に待ってますね。まだね、1歳ぐらいなんですけども、見てください、この差。この日もですね、唯一のモップ犬、ビームくんでございます。やってやったの顔です。おい、モップ帰るぞ。行きは歩いて、帰りは抱っこ。帰りも歩いてくれ、ビームくん。ビームくん、帰ったらおやつの時間ですよ。というわけで、おやつを待つビームくん。なぜか今日はカメラ目線です。ビームくん、そのままカメラ目線でお願いします。はい、撮ってますよ。はい、それじゃあね、ビームくんにおやつあげますけども、どれにしようかな。これがいいかな。はい、じゃあ今日からあげます。デビーフの豆乳クッキーシニア用でございます。実際はね、こんな感じです。まだだ、今説明してるだろ。 B、食ってる間ですけども、ユニクロでね、 T シャツを買いました。今回買ったデザインですけども、はい、こんな感じ。ドーン、ビームくんです。まあ、買ったと言いますかね、自分でデザインをして、作ったんですけども、一応ですね、動画の説明欄の方にリンクを貼っておきますので、もうどうしても欲しいっていう方はどうぞ。はい、ビームくん、待って待って待て、よし。ちなみに彼ですね、よしだって言っても食いますから。片方の手でしっかりとおやつを押さえてるバホラニャンビームくん、安心しろ、誰も取らない。ビームさん、それ食ったらね、もう一回撮影。値上がりました。目が開いていません。完全爆睡です。ちなみに編集している今もこんな感じで寝ています。